はい、どうも、シャチクです。まだチャンネル登録をお済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、早速やっていきたいわけなんですけど、今日はね、とある検証をやっていきたいと思っております。で、その内容なんですけども、住民の頭を網で縛いて、その後に9万9000ベルを渡したら和解できるのかどうか、そこをね、確認していきたいと思います。ちなみに今からやる検証は良い子の皆さんは真似しないでください、これはねちょっとネタでやってるんでよろしくお願いします。はい、ってことでやっていくか。さて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 、今日もね一日始まっていきますよ。さあ、今回の検証の、協力者なんですけども、いつもであればブロッコリーくんが、付き合ってくれてたんですが、今回ねブロッコリーくんがいないんですよ。いやー、いろいろあってね、引っ越しちゃったから、ちょっとブロッコリーくんが不在ということで、今ここに来てね、ブロッコリーくんの穴をね、ちょっと感じさせられますね。いやー、やっぱりあいつはさ、この島には必要だったよ。そして、カルビちゃん、はーい、元気だもん。どうしよう、ターゲットか、カルビちゃんでもいいんだけどな。いや、カルビじゃなかった、カルビだわ。カルビは焼肉じゃねえか。はい、ってことで、どうしようかな。カルピちゃんか。あ、ヒョータでもいいな。どうしよう。そして、緑の大きなポスト上げられないのね。はい、ということで、カルピちゃん、申し訳ねえが、処刑の時間だ。少し耐えてくれ。ちょっと精神統一してるところ申し訳ないけど、この網でしばかしてもらう。確か3回しばいたら切れるんですよ、これ。ちょ、ごめんね。申し訳ねえな。ちょっとブロッコリー君がいねえからさ、ちょっとカルピちゃんに頼むわ、今日は。まあ、超痛いんだけど、社畜ちゃん、言いたいことあるなら直接言ってよね。ごめん、ごめん。いやー、直接言いたいんだけど、ちょっとね、今回直接言えない検証やってるからさ、申し訳ねえ。そしてフランクがめっちゃ見てんだけど。話し合いの前に叩くなんてひどいじゃん、だもん。やべえ、これめっちゃ激おこだぞ、どうするこれ。ネタとはいえめっちゃブチ切れるぞ。ちょっとこれはね、やばいっすね。ほら、めっちゃ切れてるじゃん。シャチグちゃん、もしかして謝りに来たの？あたいだって怒るんだからね。いや、それは怒るよね。普通怒るわ。怒らなかったらビビるよ。はい、ということで、ここで和解金を渡していこうと思ったんですけども、ちょっと選択肢ないっすね。もう、そんな顔しないでよ。あたいだって早く仲直りしたいし、今日は特別に許してあげる。次から気をつけてね。おい、めっちゃいいやつじゃねえか。おい、この動画でカルピちゃんの株がめっちゃ上がってるよ。よかったな。人気者だぞ。これはブロッコリー君に代わる新たな迷惑役ですね。え、お金じゃんこれ。そうだよカルピちゃん、このお金でどうにかしてくれよ。9万9000ベル耳を揃えて持ってきたぜ。カルピちゃんよ、本音言ってみろ。これ欲しいんだろ。さすがに9万9000ベルいらないってやついないだろ。いくらあたいのファンって言っても、おい、待て待て待て、ちょっと待て、ちょっと待て、どういうことや。おい、ちょっと今のは謎だぞ。どういうことやねこれ。いつから君のファンになったの俺。いや別にファンじゃないよ、ストーカーでもないし。あ、そして、え、9万9000ベルを返してもらった。嘘。お前らカルビちゃんの心の広さは海より広いぞ。これはすげえわ。いやー、この動画でね、本当にカルビちゃんの株が爆上げですよ。どうするよ。ブロッコリーくん出る幕ねえじゃねえか。正直さ、ブロッコリーくんの穴はめちゃくちゃでかいかなと思っていて、自分のミスで引っ越しさせちゃったから、ちょっとね、アミーボでまた呼び戻そうかなと思っていたんですけど、いやー、今回ね、期待の新星が現れたということで、ちょっとブロッコリーくんいらないかもしれないですね。ブロッコリーくんね、もう一回再登場させてもいいんだけど、また新たに新しい風を吹かしてもいいと思うから、新しい住民にね、期待するのもいいかもしれませんね。期待の申請もいるから、新しいね、ニューカマーでもいいと思うんですよ。そこに関してはね、おいおい決めていこうかなと思います。そしてですね、ちょっと今から作業をね、していきたいわけなんですけど、何をしていきたいかというと、案内所の周りを柵で囲んでいきたいんですよ。柵で囲んでいきたいわけなんですけど、え、これさ、もしかしてキャンプ場とか移動させないと無理なパターンか。あ、一応これいける？そろそろやっぱ島整備もね、本格的にやっていかないといけないということで、家具の配置だったりとか、あとはね、柵を張り巡らしたりとか、そういったところをやっていきたいんですよね。で、ちょこちょこね、こういった形でやっていきたいわけなんですけど、ちょっとね、案内所の位置が悪いね、これ。いやー、ちょっとまずいな、これ。どうしよう。
なんかいろいろね、移動させないといけないよね。キャンプ場はちょっと砂浜エリアとかにしようかな。あとね、たぬき商店の位置もね、ちょっと悪いかなと思っていて、やっぱりその最初の段階で決めたことだからさ、正直あまりね、深く考えなかったんですよ。ただね、いざ島整備しようと思ったら結構ね、めんどくさいことに気づいた。おそらくなんですが、案内所とたぬき商店の間が近すぎて、ほら見て、柵をね、立てることができねえんだよな、これ。いやー、やっぱできねえよなーってことは、たぬき商店の位置を移動させる必要があるんか。いやけどね、横にさ、大きな公園作っちゃってるから、ちょっとスライドさせることもできないんだよな。だからまあ、丸々ね、ちょっとスペース確保して、ちょっとたぬき商店移動させるか。あとね、博物館の位置もね、変えたいんですよね。なんか密集してるからさ、ここら辺。だからまあ、そういったところでね、これから再開発をしていかないといけないかなと思います。まあ、1としていいのはエイブルシスターズかな。エイブルシスターズは変更なしで、あとはまあ住宅街も変更なしかな。まあ、博物館とたぬき商店とキャンプ場は移動させようと思ってますね。こんな感じで、まあ、住宅街に関してはいいと思うんですよね。で、ここら辺にまあちょっとしたね、丸太の柵とかを張り巡らして、まあ、小物を置くみたいな感じかな。今のところは庭とかを作る予定はないので、まあ、あんな感じでいいんじゃないかなと思ってます。いやー、ちょっとね、いろいろ考えないといけないな。あとはさ、ここに空きスペースがあるんですけど、そうそうそう、ここにね、博物館か、まあ、何かの施設を持ってこようと思ってるんですけど、たぬき商店をここに持ってくると結構ね、利便性が悪いから嫌なんだよね。だからまあ、博物館か、あとはね、サブキャラの家をね、建てようと思ってます。まあ、とりあえずね、ちょっと案内所に入ってたぬきちに喋りかけに行きましょうか。いやー、ちょっとね、早急にやっていかないといけないな、これは。で、日数もかかっちゃうからさ。はい、ってことで早速たぬきちに話しかけていきましょう。そして体操してんだけど、かわいいなお前ら。運動不足なのか、大丈夫だけどさ、ずっとデスクワークだとそりゃ疲れるよね。俺もさ、最近デスクワークだから、すごくその気持ちわかるわ。ちなみにさ、今から喋る内容っていうのはたぬきちにとって不愉快になるかもしれないんだけど、こないだね、動物森 E+ っていうゲームキューブのゲームをしたんですよ。まあ、初代動物の森のブラッシュアップ版みたいなものをやったんですけど、その時にまあ、たぬきちと話したんですが、めっちゃスマートだった。むっちゃスマートだったんですよね。ただ今のたぬきちってめっちゃ腹出てるよね。いやー、なんか、まあ、そういったところでね、時の流れを感じますね。いや、マジで。そして静江さん、何やってんのこれ。おいおい、これ何やってんの。畑でも耕してんのか。いや、と見せかけてなんか踊ってるぞこれ。しずえ踊り踊りタイムやんけ。どないした。いきなりエクササイズ始めたぞ。いやー、しずえさんもね、アクティブになりましたね。ずっとなんか体操してるもん。ね、昔のしずえさんではね、考えられなかったことですよ。昔はずっとね、突っ立てただけでしたからね、ぼーっと。いや、これね、絶対暇だろうなと思いながら見てたんですけど、なんだかんだでしずえさんがアクティブになってくれて、僕は嬉しいですよ。いやー、ね。飛び物の時は本当にお世話になりました。役場に軟禁状態だったからな、家にも帰れずずっと役場にいるみたいな、本当にかわいそうだったわ。深夜の3時に行ってもさ、ずっと役場にいるし、朝の6時とか明け方に行ってもずっといますからね、本当かわいそうだったな。はい、ということで博物館をどこに建てようかっていうところなんですけども、ね、ここにもスペースがあるんですよ。そう、一応ね、確保してたスペースがありますので、ここでもいいんですよね。とりあえずちょっとね、ここを想像してみましょうか。どんな感じになる？けどまあ位置的にはね、本当はここら辺がいいんだよね。あんまり川をまたぎたくないっていうか。まあ結構いいんじゃないってことでここに決めました。結構単純だな。まあ言ってもさ、5万メルでまた移動させることができるから、まあとりあえずね、ここに移動させることを決定いたしました。はい、ということで次回はですね、博物館の周りに家具とかをちょっと配置していこうと思います。あと池もね、潰した方がいいよね。あれいらないよな。はい、ということで今日の動画この辺りで終わりますね。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をして、これからも見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。あとですね、もしこの後暇な方がおられましたら、あつ森の再生リストも作成しましたので、そちらの方を見ていただければ幸いです。じゃあね、みんな、バイバーイ。